こんにちは、カオルンです。今回はですね、前回に引き続き JBL のライブビーム3、こちらのねスマホアプリ、あとは充電ケースのディスプレイ機能を徹底解説やっていきたいと思います。イエイ。イヤホン本体に関してはですね、前回ご紹介したようにとってもねライブサウンドでこうねライブ映像とか、あとはね映画の DVD なんかねめちゃめちゃ合うっていった感じでした。ただスマホアプリと充電ケースのディスプレイに関してはですね、ピックアップして紹介したので、まだまだね細かいところを話せていないので、イヤホンってねこんなにねたくさん機能があるんだなと、ぜひねちょっと楽しんでもらう回にしたいと思っております。そしたらまずはねスマホアプリの方ね、前回とね被ってるところもあるんですけれども、細かく見ていきましょう。その後ねディスプレイもやっていきますよ。どうぞ。さあ続いてアプリ、そして充電ケースのディスプレイ見ていきましょう。はい、上から見ていきますと、まずはアンビエントサウンドの操作というところで、ノイキャン、アンビエント機能、そしてね音楽音量をねめっちゃ下げて周りの音をね聞こえるようにしてくれるトークスルー、このね3つをですね切り替えることができます。アンビエントの方はですね、周囲音のレベルを自分のね好みに調節することができます。またノイキャをねカスタマイズという機能もございまして、こちらをねクリックしてもらうと、アダプティブノイズキャンセリングというところで周囲のねレベルに合わせてねノイキャンレベルを変えてくれるリアルタイム補正ですね、こちらがねオンオフできます。次に最適なフィット感をチェックするというところで、これをねボタンクリックしてもらうと、こうスタートってありまして、ちゃんとねイヤホンが耳にはまっているかをねテストしてくれます。はまっていないとですね、こうちゃんとねはまっていないですよっていうねこう結果を出してくれるんですね。今ね左側はちゃんとねはまっているんですけれども、右がね不完全となっております。最初イヤホンをね購入した際はどういったねこうフィット感が合うんだろうってね分かんなかったりするので、それをね最初ねこう助けてくれる、活用できそうですね。続いてスマートオーディオモードというところで、オーディオモードに関しては音がね良くなることを優先しています。一方ビデオモードっていうのは音の質に関してはねちょっと下がるんですが、その分ね遅延を少なくしてくれますよというところで、こう実際の映像の口の動きとね聞いているね声っていうのがこうなるべくねリンクするような感じのモードでございます。続いてスマートオートメーション機能というところで、これねクリックしてもらうと、こうねイヤホンを外した時に音楽を止めてくれて、またねつけた時に音楽を再開してくれますよといった機能です。続いてタッチ操作、こちらもねカスタマイズができます。こちらをねクリックしてもらうと、左とね右でねそれぞれカスタマイズできるんですけれども、なんとね3セット用意されておりまして、ノイキャンとかアンビエント系の操作、あとはね音量系の操作、あとは再生停止スキップ系のね操作があるんですが、これのねどれかのセットを一つ選んで左か右に割り当てるといった感じで、基本的にはね3つ用意されているうちの2つしかね割り当てできないので、こうもうちょっとね細かくカスタマイズしたいなと思ったんですけれども、まあこれはね今回こういったタッチ操作のカスタマイズとなっております。今見ていったのがですね一般機能というところで、続いてねオーディオ機能見ていきたいと思います。まずイコライザーですね、こちらねデフォルトで6つ用意されております。ジャズ、ボーカル、バス、クラブ、スタジオ、エクストリームバスとなっております。僕のねおすすめはスタジオですね。こう JBL らしいねこうライブサウンドをねこう保ちつつですね、こう低音がねちょっとねこう強調されていたので、そこをね下げて全体的にねクリアフラットにしてくれる感じでね結構ねおすすめです。続いて空間サウンドを見ていきましょう。これね結構ね面白いんですよね。こうムービーとミュージックとゲーミングがあるんですが、もうねそれぞれねこうそのね用途に合ったね音に変えてくれるんです。ムービーに関してはですね、こうね目のね左右のね横、まあ耳の横ですね、ここら辺まで来るくらいのこう立体感あふれるね音にしてくれます。ミュージックがね一番ねノーマルで、このね顔の前あたりですね、ここら辺に広がっているような音となっております。ゲーミングはですね、このね音の広がりっていうのはミュージックとね同じなんですけれども、このゲームっていうところでね声がねより前に来てくれるっていったサウンドとなっております。続いてパーソン IFY っていうねこうちょっと読めないんですけれどもありまして、健康診断でねあるような聴覚テストをね行えるようになっております。
いろんなね周波数の音をですね、大きい音からだんだん小さくしてって、小さいのがどこまで聞こえますかっていう感じのテストになってます。でね、大きめのね音しかね聞こえないよっていうね周波数帯はですね、そこがね聞こえにくいので、持ち上げてくれるようにね補正してくれます。そういったねモードになってます。次に最大音量のリミッターというところで、これね説明を見ますと 85dB 以上はね出ないようにしてくれるっていうところで、結構ねいろんなね日本とか海外の規制で 85dB 以上って、ね、騒音ってね認定されたりするので、これねオンにしといた方がですね耳に悪くならないと思いますのでいいと思います。続いて通話の方ですね、サウンドレベルオプティマイザーっていうのがありまして、これね通話をしている時にね相手がねめちゃめちゃ声大きかったり、あとはね小さかったりする時ってあるじゃないですか。それをねこう拾った時に適正な音量に変えてくれて、こうユーザーに届けますよといった機能です。これもねいいですよね。またですねサウンドの設定、あとはね声の設定っていうのがあるんですが、サウンドの設定はですねこう相手の声のねトーンを調節してくれるよというところで、ナチュラル、あとは高音を増強、そして低音を増強、このね3つとなっております。一方声の設定っていうのはですね、自分の声の質を変えてくれるよというところで、ナチュラル、あとはパワフル、そしてねブライトとなっております。これに関してはですね後で通話テストをするときにね皆さんにも聞いてもらいたいなと思います。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、JBL Live Beam 3でね、マイクテストをしております。そして今ですね、アプリの設定の方が自分の声がナチュラルというモードで話しております。こっからですね、パワフル、あとはね、ブライト、この2つに変えていきたいと思います。はい、こちらがね、今パワフルでお話をしておりますよ。どうでしょうか？声がパワフルになりましたでしょうか？さあ、続いて、こちらがブライトというモードでございます。どうでしょうか？ちゃんとね、こう、ブライトな感じで聞こえていますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。続いて、リラックスサウンドっていうのがね、あるんですね。これね、夜寝れない時とかね、使えます。全部でね、5種類ありまして、海、あとはね、こう、夜中、真夏の夜中のね、セミの音がね、鳴ってる感じ。あとはね、焚き火、まあ、キャンプファイヤーとかでね、使うでしょうか。あとは朝のね、森林の鳥のさえずりといった感じの音もね、聞こえたりとか、最後ね、川のね、せせらぎっていうね、感じになっております。さあ、充電ケースのディスプレイの方を見ていきましょう。こうね、タップするとですね、壁紙好きなのにしていますけれども、テンション上がりますね。こちらをね、ロックを外してもらうと、各機能がね、見れるようになっております。アンビエントサウンドというところで、ANC、あとはアンビエント、トークスルーのね、切り替えができます。次に空間サウンド、ムービー、ミュージック、ゲーミングを選べます。イコライザーの、ね、設定もできます。カスタマイズをね、自分で作るとね、そのね、設定値も入るようになります。こちらが充電ケース特有の機能というところで、タイマーがあります。電車とかね、乗り過ごさないようにね、設定ができます。5分、10分、15分、20分、25分、30分、あとは60分、ここまでね、選べますね。壁紙の設定、これをね、スマホアプリとね、連動して行います。あとはこれもね、面白いんです。フラッシュライトといってね、こう押すとね、真っ白に光るんですけれども、まあこの充電ケースを暗いところで懐中電灯のね、代わりに使うことができますよという機能です。僕的にね、すごいね、便利で役立つなと思うね、機能はですね、この空間サウンド。あとはね、イコライザーになります。まあこの2つはですね、場面に応じて、こう今ね、映画を見ているのか、音楽を聴いているのかっていう感じでね、分けたりするので、こう近くにね、こう充電ケースがあったりするとですね、いちいちアプリを開かなくてもパッとね、切り替えることができますんで、かなりね、便利ですね。あとはタイマーもね、役に立ちますね。結構ね、電車でアナウンスね、男性の方聞こえづらかったりするので、そういう時にね、電車に乗って、まあ何分後に電車が着くからちょっと早めにね、設定したりする感じでね、使ってます。あとね、壁紙もね、いいんですよね。これがね、僕一番好き。毎回ね、イヤホンを使おうと思って充電ケースを取り出した時にね、こう、つけるとですね、あ、好きな壁紙っていうので、まあまるでね、自分専用のイヤホンっていう感じでね、楽しいです。かなりね、スマホのように使うことができます。こうね、タップするとね、電源がついて壁紙が見えるようになりますし、こう点灯している状態から蓋を開けるとね、ちゃんとね、逆になるんです。かなりね、スマホに近いですよね。さらに傷つきやすく指紋もね、つきやすいので、保護フィルムがね、推奨ですね。僕のおすすめはミアビックスというところのね、フィルムになります。かなりね、コスパも良くて、綺麗にね、貼ることができますんで、いいかと思います。
はい、ということで今回は JBL Live Beam 3のですね、スマホアプリ、あとは充電ケースのディスプレイの方をね、徹底解説やっていきました。どうですかね、少しね楽しめましたかね。正直ね、こんなに機能いるの必須なのっていうね、たくさんありましたよね。今回ですね、ライブビーム3ね、ちょっとね手に取ってみようかなと思ってくださった方ですね、ぜひね、ああこの機能ね、すごいね、自分で面白いな、役に立つなっていうのをね見つけてみてください。ということで今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っておりますので、ぜひね応援お願いいたします。そうしましたらまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。バイバイ、見てくれてありがとう。